お前を止められるのはただ一人、俺だ。本日のおもちゃは仮面ライダー01デラックス02プログライズ機&02ドライバーユニットというわけで、おそらく01の最終フォームになるであろう02に変身するためのアイテムでございます。現在01が放送休止中ですけれども、まあ、おそらくね今日とかの放送で本来だったら登場するはずだったのかなという感じがするんですけれども、まあ、おもちゃだけね結果的に、先行者発売する形となりましたが、今回こちらの方見ていきたいと思います。発売日に購入はしておりましたが、ビルドのアーツをレビューいたしましたので、ちょっと1日遅れになりましたけれども、パッケージはこのようになっております。02かっこいいね、顔ね。本当に仮面ライダーっていう、昭和の仮面ライダーがこのまんまなんか、令和風にアレンジされたじゃないけど、すごいソリッドでありながらシンプルっていう造形の01のこれをちゃんと系譜を受け継ぎつつのパワーアップフォームっていう感じはするよね。そしてめちゃめちゃ派手なものが入ってると思われます。楽しみでございます。一応01ドライバーとのセット販売もされておりましたけれども、このタイミングで01のドライバー買う人もいるんかな。裏面はこのようにいつも通り説明文がいろいろ書かれております。それでは開けてまいりましょう。ズドドドドドドド、ライト当ててんのもあってもうビカビカに反射しとるね。ていうか蛍光イエローがすげえ派手だな。そして説明書ですね。おお、すごいな。これがドライバーユニット、そしてこれが02のプログライズ機。すげえなメッキが。まずは02ドライバーズユニット見ていきましょう。蛍光緑、蛍光イエローの、クリアパーツが全面に使われてる。すげえ派手ですけれども、仕組みとしてはこんな感じ。全面のここがスライドして、奥にフックみたいに U の字になってますね。これは01ドライバーの端っこ、右端のとこに溝がありましたよね。そこにおそらく突っ込むんですよ。ここがこう押すことで、この上上下を押すことでここがこんな感じでへこみますから、まあ、中にこう押したまんまこうやって奥まで入れることで多分ガッチリとホールドするんだと思います。そして前面のこれね、ここに引っ掛けるとこがあるんで、01ドライバーの前面パーツって実は外れるんですよね、あのスライドする部分。外してこれに付け替えるっていう形みたいです。で、これ、よく見ると02になってますね。で、これが展開すると。で、これがちょっと奥に行くんだけど、これをね、はめた状態でここを開いて、ちょっと奥までやると待機音が鳴る、みたいな感じみたいです。なので、オーソライズをしない代わりに、この02のユニットで、まあ、オーソライズ的なことをするみたいな。で、ここに多分磁石が入ってて、ここをガチッとやることによって、まあ、01ドライバーが読み込む、みたいな仕組みになってるみたいです。続いて、02プログライズキー。すごいですね。全面キラキラになっておりまして、ここにバッタがおります。で、ここに、仮面ライダー02って書かれてますね。これ、ライジングホッパーの時は、ライジングホッパーアビリティジャンプって書かれてましたから、ここライダーの名称に今回なってるんですよね。で、すげえ長い。うん。出っ張り部分はさっきのユニットと一緒のイエローのこのクリアイエローのパーツが使われてて、間にこのメカメカしい銀のモールド入ってっけど、すげえド派手なものが前面についてますね。天面パーツがあって、ここに QR コードで、裏面がまたちょっと変わった感じだな、うん、で天面パーツを押すことで開くと。で開いたところにはすごいね、バッタがなんかシルエットとしてある感じだけど、なんか手抜きとか雑な感じもちょっと一瞬そうかなって思うけど、すごい細かくここはくり抜かれてるからちゃんと意味があるのかな。で展開した時のここに、これは多分02の顔面だよね、02の顔のシルエットが描かれてて、でこれが多分あのベルトの真ん中にちゃんと投影されるみたいな形になるんだと思います。で戻す時は普通に手で戻してあげると。では、単体遊び行きましょうか。ここの絶縁シートを抜いて、では鳴らしていきます。ゼロツージャンプ、ゼロツーズアビリティ、秘伝インテリジェンスアビリティ、
ゼアーズアビリティ。変身。はい、ここからアルト君のボイスです。変身。お前を止められるのはただ一人。俺だ。お前を止められるのはただ一人、俺だ。アルト君の役の人もすごいかっこよく苦戦セリフを言うようになったよね。いやー、すごいかっこいい。いい感じですね。去年の総合君の成長を思い出しますな。ヒデンインテリジェンス代表取締役社長、ヒデンアルトです。ヒデンインテリジェンス代表取締役社長、ヒデンアルトです。はい、アルトじゃーないと。はい、アルトじゃーないと。これで合計8音ですね。で、9回目押すと 0-2 ジャンプに戻ります。で、今ここのテンパス短く押してったんですけど、これを長押しすると、変身。こんな感じで、変身っていうアルト君のボイスとともにこのバッタが光り始めます。ライス転職。では、0-2のユニットを装着していきましょう。まず、0-1ドライバーなんですが、前面パーツが右側に来てた方が装着しやすいというか、装着するには右側にないといけないそうなので、まず普通に変身しちゃいますか。なので、たまたまありましたんで、ライジングホッパー変身していきましょう。なんか一周して懐かしい感じするね。で、この状態でこれを前に引っ張るとこうやって外れます。これがね、で外れたらここにさ、この白いスライド、この前面パーツを動かすためのスライドをするこの白いパーツがございます。上はゴムになってるのかな、で下は自由に動くんだけど、これをねちゃんと右端まで置いた状態で、この0-2ユニットのここね、この裏側にあるこいつ、こいつとこいつ、この2箇所こう T 字になってるので、このね、ここのパーツが T 字をここの溝にはめてあげます。はい、ちょっとぐらつきますが一応装着できました。で、これ今裏面なんですけど、さっきの0-2ユニットで押すといいんですよって言ってた、ここを押した状態で奥まで入れます。すると音が鳴ります。で、離す。これで0-2ユニット装着状態が完了いたしました。で、この状態で前面パーツを左まで動かしたい、すると普通に外すことができます。なので、これが0-2ユニット装着状態の0-1ドライバー。このようになっております。いい感じだね。さっき0-2ってこれなのかなって言ったけど、ここの0とこの2で0-2なのかな。かなりイエローが目立ってんの。相当でかいよ。ちょっとこれ前鏡になっちゃってるけど、俺のやつは。なんだろう。なんか、かっこいいんだけど、でかいの。でかいっていうか、なんか、アンバランスだな、全体的に。それでは仮面ライダー02、変身していきたいと思います。変身。超ド派手な変身音が鳴りました。かっこよ。いいっすね。いやー。そしてこのプログライズ機が刺さった状態がやば。めっちゃでかい。子供を支えきらんのんちゃうか、ここまで重いと。今セリフで言ってた英語がこのロードトゥーグローリー、ハストゥーリードトゥーグローンパース、パストゥーチェンジワントゥートゥー。トゥー言いすぎってネットでも話題になってましたけど、ほんとトゥー多いな。仮面ライダー02、It's never over ということですね。そしてこの状態からプログラム機を押し込むという必殺技遊び。02ビッグバンってのはまたいいですね。この奥側に02の顔が見えるのもまたいいなぁ。ではユニット側にちょっとアップにした状態で変身してまいりましょう。Never!
続いてプログライズキー側にアップにしてみましょう。ちなみに02プログライズキーではなくて、こういう別のね、キーだったらどうなってみるのかやってみたいと思います。こんな感じか。音声が合わないんですね。オーソライズ自体できない。一応こうでやれできる。あ、これでオーソライザーできる。こうすると。ほぼほぼキーからの音声だな。で、続いてエイムショットライザーにこちらの02プログライズキーを装填してみたいと思います。変身。ちゃんと対応してますね。まあ、説明書にもね、一応ね、こういう対応してますよってことで、書かれていましたので、音声タイミングはきちんとね、被らないようになってるみたいです。ちなみにごめんなさい。フォースライザー鳴らしたかったんだけど、さっきやったらね、もう電源が入らなくなってた。もともと調子悪かったのは知ってたけど、つかこの動画でもよくやってたけど、ちょっとね、ついに音声が鳴らなくなっちゃったんで、すいません。今回はフォースライザーなしでいきます。で、フォースライザーちょっと後ほどね、買い直したいと思います。続いてアタッシュカリバー鳴らしていきましょう。ここね、ボタン押しちゃうと展開するけど、一応展開一回させてから戻してさしてみたいと思います。めっちゃ音楽かぶってる。音楽に関しては、ちょっとね、決して綺麗とは言えませんでしたけれども、一応02カバンストラッシュ音声はありましたね。バランス定食。はい、というわけで本日はデラックス02プログライズキー&02ドライバーユニットの方をご紹介いたしました。最終フォームに変身するのにふさわしいかなりでかいベルトになってましたね。いやー、かなりいい感じでしたよ。まあ、最終フォーム系のアイテムって後々買いにくくなったりとかするケースもありますので、気になった方は急いでチェックしてみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。